本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地のケイです。さて皆様は普段お仕事でポーチって使われていますか？まあ、ポーチというと、まあ、普段使うリュックとかの中に入れておく、まあ、バッグインバッグといいますか、小物を入れておけるようなそういったものですよね。実は私ポーチ大好きなおっさんなんです。ポーチ男子とはもう自分のこと言いません。もう39です。おっさんです。ポーチおっさんなんですけれども、めっちゃ使います。過去使っていなかったんですけれども、30代入ってからかな、20代後半ぐらいからかな、めっちゃ使うようになりました。理由が簡単で、もともと整理整頓がめちゃくちゃ苦手だったので、カバンの中すっごく汚かったんですよ。本当に汚くて、で、自分で統計取っていくと、カバンの中と机の上が汚いやつは仕事ができないということにですね、29ぐらいで気づいて、で、自分の机とカバンの中を見ると、もうめっちゃ汚かったので、これはなんとかせなあかんということで、まあ、物の位置を決めたりとか、そもそも散らからないようにするにはどうしたらいいのか。整理整頓が好きなんではないんですよ。整理整頓が苦手だから、苦手なりにそれを汚くならないような方法はないかなというので、改善をこうずっと続けてきたというのが背景にあります。で、話は戻り、私普段ポーチ3つほど持ち運んでいます。で、代表的なところはここですね。これ無印のポーチでめっちゃ便利なんですけれども、中に入っているのは、私慢性鼻炎なので、点鼻薬、あとは目薬、カッコン糖、あとは何入れてるかな、爪切り、爪やすり、それかな、あとはメガネ拭き言ったかな、メガネ拭きとか、そういったものをこの中に入れています。ただ今回はですね、お薬を入れているポーチではなくて、ガジェットポーチのお話になってきます。というわけで今回の企画はこちらでございます。今回の企画はこちら。ついに見つけた最強のガジェットポーチ、コクヨ箱ビズについて解説をしていきたいと思います。はい、というわけでですね、ガジェットポーチ探し、ようやく自分の中でこれというものを発見しました。コクヨさんの箱ビズという、まあ、バッグインバッグになってきます。まあ、ポーチというか、まあ、バッグインバッグかな。私はガジェットポーチと呼んでいますけれども。でですね、過去の動画を遡っていただくと、私ガジェットポーチ何度か紹介しております。過去愛用していたポーチですね、去年よく使っていたのはこちらのポーチ、大容量ポーチでした。あとはですね、よいしょと、あとこれとかですね、動画の中では初登場ですね、いつだろう、もうかなり前に使っていました。無印良品さんの正式名称ちょっと忘れたんですけれども、トラベル系かな、旅行とか出張とかに行くときにとっても重宝していましたね。もともと中にはですね、多分コスメとかそういったものを収納できるような売り出し方されていたと思います。3つのブロックにあって、このように、まあ、S 缶プラスチックのフックついているので、いろんなところに引っ掛けることができますよというものですね。これを使っていました。ちなみにこれ中身抜いてるんですけれども、普段我が家では防災グッズを入れて、防災用のリュックの中にこれ収納しています。はい、これを使っている時代もありました。これはこれでね、めちゃくちゃ優秀な無印のアイテムですね。あと最近まで使っていたのがこれですね。こちらも無印良品さんの、まあ、バッグインバッグになってくるんですけれども、先ほどとは若干構造が違います。同じようにフックついていたんですけれども、より中身が一つの、まあ、ゾーンというか、まあ、先ほどみたいに小分けできるのはあんまりありませんが、ガサッと物を入れておくことができます。今ここにあるだけでも3つ、遡ればですね、あと3つかな、合計6つほど社会人になってガジェットポーチ変えてきたと思います。でですね、なんで安定しなかったのかというと、なんというんでしょうね、持ち物がやはり変わってきてしまうからというものがありますね。一昔前と今ではもちろん充電機器関連って小型化になっているので、過去はある程度容量が大きいガジェットポーチが必要だったのは、今はそこまでは必要ないということが増えた。
あと最近であれば USB もそうですね。昔ってマイクロ USB とか B とか A とか C とかいっぱい持ち運んでたんですけれども、今は USB-C でほとんどこと足りるので、そこまで大きいガジェットポーチがですね、まあ1年前と比べても不要になってきたかなというところが変えていっている背景にあります。ちなみに使ってないポーチ何してるのなんですけれども、これはこれでね、普段撮影の裏側で使ってますね。このカメラの裏側にライト照明が2本あるんですけれども、その照明にこれフックで引っ掛けて、照明で使うようなものとか撮影で使うようなものをこの中に入れて引っ掛けています。ではここから再度話は戻って、今回のですねメインのガジェットポーチですね、バックインバッグ、こちらですね、コクヨさんの運び図について詳しく解説をしていきたいと思います。それでは運び図の大きさを見ていきたいと思います。大きさは私の手のひらよりも少し大きめですね。という説明をすると、ケイヨとお前の手のひらのサイズなんかわかるかいなとね、突っ込まれると思うので、ライフさんのノーブルノートでいきましょう。これ英語サイズなので、ほぼほぼ大きさ同じぐらい、英語サイズぐらいですね。厚み見ていきましょう。厚みもこんな感じなので、全体的に比較的コンパクトなバックインバッグガジェットポーチだと思っています。私の過去使っていったポーチを見ていくと、無印良品さんのこちらはもちろん英語サイズのノートよりはコンパクトなんですけれども、物を詰めるとまあまあ膨れ上がります。これ結構膨れ上がってパンパンになることがありました。ただ運び図はですね、中身今から見ていくんですけれども、形が崩れない、崩れづらいのがかなり長所だと思います。ちょっと中見ていきますね。構造的にはここにスナップボタンがありまして、ファスナーがあります。ファスナーをガバッとこのように開けて開けると、せーの、こっちかな、せーの、ほれ、はい、このようにガジェット収納することができます。でね、ここの部分、ロゴの部分をよいしょ、パチッと外すことができるので、こちらのボタンと先ほどのこちらのスナップボタンをよいしょ、このようにくっつけておくと自立させることができますよという構造になっています。はい、それではですね、まずおすすめポイント一つ目は自立するということ。過去つい最近まで私が愛用していた無印さんのこちらのバックインバッグもですね、実はこれ開けてもらうと自立する構造でした。そこの部分が厚いので自立する構造だったんですけれども、無印さんの方は物の量が少なかったらこれ倒れてしまいます。ある程度重たいものを中に入れておけば重さで耐えることができたんですが、軽いものがある場合はこれ倒れてしまうような構造でした。ただフックがついていたので、これで引っ掛けることができるのはこれの強みだったんですけれども、普段仕事でこれを引っ掛けることがあんまりなかったんですね。むしろ編集しているこちらの部屋の方がこれを使うことが多いです。なので、ある程度物が少なくても自立するようなものが欲しかったなというのはありました。コクヨさんの運び図は物が少なくてもボタンで留めておけば自立する構造になっているので、これがまず使ってて非常に便利だなと感じる構造ですね。同じような構造の文房具で、ここの部分にマグネットが入っているので、ただこう倒すことによってパチッとねくっつきますよというものって結構多いんですね。それを使われている方からすると、ちょっとボタンめんどくせえと感じるかもしれません。うん、ただ私もね、別に製造メーカーさんとか企画担当ではないので、なんでこれボタンにしたのかなっていうのはあるんですけれども、なんでしょう、マグネットにするとこの角度的な部分がちょっと浅くなるのかな、そういうふうに感じるところがあります。横から見るとこんな感じですね。蓋の部分をしっかりホールドしているので、これが前に戻るということはありません。では続きまして、この自立する以外にどういったところがおすすめなのかなんですけれども、少し角度をつけるとお分かりでしょうか。これですね、実は中に仕切りがついています。仕切りがついています。私が過去使っていったガジェットポーチは、無印さんのやつは仕切りがないです。でこちらの方のポーチもですね、開けてもらうと確かに3つほど
ね、こう入れておくような場所あるんですけれども、一つ一つがファスナー付きのポーチになっているので中で細かく仕切ることができなかったんですね。はい。ただ今回の箱ビスは中に仕切りがついているのでちょっと取っていきましょうか。このようにハブとか急速充電器ですね、 AC アダプター、 USB 関連、こういったものを取った後見てみると、このように中で細かく仕分けすることができるんですね。これがほんまに便利です。なので私はこの大きく分かれている左側のこちらのスペースにですね、急速充電器を入れて、そして USB ハブをこのように入れています。見て測られたかのようなこのサイズ感、バッチシはまります。で、2個だけ入れてても当然自立して倒れることがありません。右側のエリアも1つ大きいエリアと、あと2つこのように収納するところがありますが、私はこのボックス、こちらのエリアの中に AC アダプター入れて、あとはケーブル関連ですね。こういったケーブル関連をこの中に収納しています。こんな感じ。よいしょ。これ。こんだけ入れててどうなるかというと、先ほど話したの覚えてますか？このタイプの無印系のものは詰めれば詰めるほどどうしても膨れがちになるんですけれども、箱ビズはここからここの厚みがそこまで膨れないんです。これね、それ軽だってパンパンに入れてないからやろうと思われるかもしれませんが、パンパンに入れてなくてもマチが広がりやすいタイプのガジェットポーチって結構多いです。ただこれは入れてなかったら入れてない分の厚みで止まりますし、むしろ入れすぎてしまうとこれ閉まらないんです。自分の中の普段使う容量さえ把握しておけばバッチリ綺麗にはめることができるし、あとは閉めてしまえば A5 サイズの大きさの中に全て収納することができますし、厚みが膨れ上がることがない。だからカバンの中に入れてても邪魔になることがないんですよね。さあ、あと、まあ、手前側にですね、ファスナーがついていまして、こういった小物スペースがあるので、SD カードとか、あとはまあ USB とかですね、USB メモリー、こういった小さい付箋なども収納することができます。まあ、入れれるレベルこれぐらいかな。あと、ここの今 USB-C ケーブル入れている背面のここの場所ですね。ここに関しては、さすがにそんなにごついもの入れることができませんが、こういったタイプ、A7 サイズのノートパッドであれば、挿して収納することができます。これぐらいが限界かな。ノートパッドを入れておくことができます。なので、今これぐらいの容量が入っていますね。開けてみると結構ね、ごちゃごちゃしているというか、まあまあ入れているんですけれども、これ、よいしょ。収納することができるんですよね。当たり前ですけれども、でボタンを戻しておけば、はい、このようにコンパクトにまとめることができるわけです。私は普段ガジェットポーチとして愛用していますが、もちろん文房具入れたりとかコスメ関連とか入れることできますので、旅行や出張でもかなり活躍するようなアイテムじゃないかなと思っています。ガジェットも iPad や PC と同じで、使う方が必要とされているまあものによってスペックって変わってきますので、もちろんこれだけの容量でも全然足りないんだよね、もっと大きいものが欲しいんだよねという方もいらっしゃるかもしれませんし、いやいやいやと、むしろもっともっと小さくても十分なんだよと感じる方もいるかもしれませんが、今日紹介したようなレベルのガジェットですよね。私が普段持ち運んでいるようなぐらいのもの、同じような分量を使われている方、このコクヨさんの箱ビズめちゃくちゃいいです。これほんまにいいので、ぜひですね、愛用してみてください。ぜひ使ってみてください。はい、というわけで今回は私が愛用しているガジェットポーチ、コクヨさんの箱ビズについて紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？まあ、女性の方はですね、バックインバッグ持ち運ばれている方多いと思います。男性の方でも最近ガジェットとか周辺機器持ち運ぶためにポーチ使っているよという人増えてきたかと思いますが、まだまだ使われている方少ないかもしれませんね。ぜひですね、ぜひこれはチェックしてみてください。カバンの中が本当にスッキリしますし、何よりもあれどこ行ったっていう探す手間省けます。
私よく言うんですけれども、仕事の生産性とか効率が悪い方の特徴は、最初も言うみたいにカバンの中と机の中がめっちゃ汚いということ。なんでそれが生産性下がるのかというと、物探している方が多いはずです。周り見てください。あれどこ行った、印鑑どこ行ったとか、ボールペンどこ行ったとか、めっちゃ探している方多いと思います。 USB がないよとか、とんでもなく無駄な時間だと思っています。だからこそ普段からよく使うようなものはこのようにコンパクトにまとめて管理するだけでも、仕事の生産性や効率ってぐっと上がってくるかと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。